つくばは日本海軍の軍艦木造コルベット元イギリス海軍所属の HMS マラッカで兵部省が購入艦名は茨城県のつくば山にちなんで名付けられたマラッカは英領ビルマの警備のため建造されたスクリュー付き規搬送木造スループである百五十一年に英領マラッカムラルメンで あるいはボンベイで建造された。1862年にコルベットとして機関を換装し、1869年に売却された。1871年に日本海軍がイギリス人から購入し、つくばと改名された。1887年までの正式名はつくば館である。海軍兵学寮の練習艦となり、 1875年11月にはサンフランシスコまで公開するなど、遠洋練習公開の先駆けとなった。他に測量任務にも従事した。マラッカは世界で最初に沿艦を搭載した軍艦として有名である。機関はロンドンで製造された。日本海軍が購入した時には、法径ギセル艦2機を搭載していた。また1876年に、 高窓艦4機と換装した。搬送の場合にはスクリューを水上に跳ね上げていた。明治4年7月21日、イギリス人バーテス氏から購入した。帝国海軍機関士によると、明治4年9月9日、横浜でイギリス領事から購入した。12月17日、つくばは任務を常備艦から兵学領稽古艦とした。明治5年5月10日、つくばは 再開巡航の警護官を命ぜられ、5月18日、つくばの航海中は、艦隊編入とされた。5月23日、つくばは、龍城と共に、品川を出港した7月9日、つくばは、品川に帰着、7月20日、艦隊から除かれ、閉学了諸活となった。10月18日、つくばは艦隊に編入された。10月27日、つくばは、 艦隊から除かれ、兵学領所轄となった。1873年2月28日、全県大使を乗せて、清に派遣される龍城との同行が筑波に命じられ、龍城と共に3月10日品川を出港した。7月20日、清に派遣されていた龍城と筑波が品川に帰着した。なお3月2日、筑波は、清への航海中は、艦隊編入となった。 6月30日時点で中間隊は運用、日清、カスガ、竜城、東、法省、つくばの7隻編成だった。11月5日、つくばは北海道外路研究のために開港を命じられ、11月13日、品川を出港した。1874年1月6日、つくばは北海道から品川に帰着した。 1874年4月27日、艦隊を除かれ、練習艦として、兵学領所活となった。10月19日、河村住吉大輔らは、九州出張を命じられ、筑波に上艦した11月6日、筑波は艦隊に編入された。1875年1月8日、筑波は艦隊から除かれた。または1月4日、艦隊から除かれ、 練習艦に指定、閉学領所活となった。海軍省報告書によると8月13日に常備艦から練習艦に指定され、閉学校所活となった。10月22日、つくばにサンフランシスコ方面の練習公開が命令され、11月6日、サンフランシスコに向けて品川を出港した。1876年3月14日、 つくばは横浜港に寄港した。1877年2月19日、つくばは当分東海守府所轄の常備館とされ、2月23日横浜港を出港した。8月12日午後1時30分、つくばは九州から横浜港に寄港した8月13日、つくばは東海守府所轄から兵衛学校所轄練習館に変更された。 9月10日、つくばに朝鮮への開港が命令されたが20日中止となり、高尾丸が代わりに開港となった。その後つくばは修理を行った。11月30日、つくばは遠洋航海でオーストラリアシドニーまでの航海を命令され、1878年1月17日、つくばは横浜港を出港した。3月9日、オーストラリアブリスベンキ、 3月19日同地発。3月25日同国首都に行き、4月27日同地発。6月13日午後0時35分、つくばは品川に帰着した。6月15日、つくば上院に3週間の休暇が与えられた。8月31日横須賀に開港した。12月30日横須賀発、羽田沖で一泊し31日品川湾に。 到着した。1879年品川湾では発着訓練などを行った。1月20日平学校所轄の筑波を公開練習館とした。3月3日午前8時に品川を出港。風と潮流の関係で同日は、ふっつ起きに停泊し、翌4日は、機械運転で横須賀に開港した。3月5日午前6時15分、機械運転で改めて、 横須賀を出港し、9時15分から搬送に移って、シンガポールを目指した。シンガポールに3月27日期、4月3日発。マラッカに4月4日期、4月7日発。ペナンに4月9日期、4月14日発。シンガポールに4月17日期、4月21日発。香港に5月9日期、5月20日発。 アモイに5月22日に5月26日発、鹿児島に6月8日帰国した。同地を6月17日出港し、三原、兵庫港に一時停泊、6月23日品川に帰着した。7月26日、羽田沖で症状規定が沈没したためにつく場は品川から開港した。7月29日、機関の修理のために横須賀に開港。 8月1日から8月22日まで、横須賀造船所に修理を行い、8月23日、品川に帰着した。9月26日品川を出港、室蘭、函館、平戸、賃貸を、長崎、鹿児島と巡り、11月23日品川に帰着した。12月1日、シンガポールから帰国した上院に3週間の休暇が与えられることになり、 同日から半減ずつで休暇を取った。1880年1月6日横須賀に開港した。2月26日、平学校所轄のつくばのアメリカ西海岸公会が再開された。4月21日品川に開港4月29日品川を出港、北米に向かった。6月9日、アメリカ、バンコフクロ袋屋ルワンに到着、翌10日に、 イスクイマルト港に入港した。7月1日出港、7月6日サンフランシスコに入港した。7月30日同地を出港、8月29日ホノルル入港、8月25日同地出港、9月29日午後0時30分、横浜港に帰港した。10月7日、羽田沖に開港、搬送訓練。 射撃訓練を行い10月8日品川に到着した。1881年1月29日品川から横須賀港に開港。3月17日から横須賀造船所で修理を行った。10月14日、機関学校生徒の実地演習のために18名が筑波の陸みを命じられた。11月1日、筑波は横須賀港から品川湾に開港した。 艦の試運転のために11月21日、カナダ湾へ開港、翌22日同地を出港し、双方で、里見先を目指した。翌23日漂流している和船を発見し、救命を、救助、24日下田港に入港した。25日同地を、出港、28日兵庫港に入港した。なお11月30日で、つくばの修理完成としている。 12月1日、ア島に開港。5日同地を出港。7日、鹿児島港に入港した。12月12日、鹿児島を出港。20日、品川湾に到着した。1882年1月6日から2月10日まで、横須賀造船所で修理を行った。1月26日、公開演習のために、つくばにニュージーランド公開が例達され、3月4日、 品川を出港し、オーストラリアを目指した。3月18日、香港に入港し、26日、出港。4月7日、シンガポール海峡に到着し、翌8日に、シンガポール港に入港した。4月13日、同地を出港し、バタビアへ開港した。4月25日、バタビアを出港し、6月6日、メルボルンに到着した。7月6日、 メルボルン出港。7月9日ホバート港に入港。8月3日同地発8月18日、オークランド港に入港。8月26日同港発10月5日シナ海に帰国した10月12日筑くは中間隊司令官指揮下に置かれた。12月8日から横須賀造船所で修理を行い、1883年1月31日に修理が完了した。 1883年1月19日、期間学校生徒10名が実地演習のために筑波に乗り組み、2月26日品川を出港、3月2日小笠原に到着した、3月7日小笠原発、13日那覇に到着、3月19日那覇発、23日鹿児島に到着、3月28日鹿児島発、30日長期港に、 到着。4月6日長崎発、9日萩小畑に到着。4月17日鶴賀に開港。4月29日鶴賀発、5月2日函館港に到着。5月8日函館発、9日山田に寄港し、同日釜石に到着。5月19日釜石発、22日品川に帰着。期間学校生徒十名が退館した。九月十三日。 つくばは中間隊から除かれ、東海守府所轄の公開練習艦とされた。10月18日海軍兵学校の生徒27名が、公開演習ためつくば上官生徒演習と、自差修正のために11月17日品川を出港して、立山案に開港、20日立山案から品川に帰着した。12月18日つくばに、ハワイ行きが冷達された。 この翌明治17年2月3日から11月16日までのハワイ公開演習に関しては、流条の項目に少し記載がある。1887年7月2日、右舷ボイラーの改造工事が完成し、この日に試運転を行った。日清戦争時には、管歴40年以上であったので、実戦には投入されず軍港警備に従事した。 1898年3月21日に感染類別等級が制定され、つくばは三等解剖艦に類別された。日露戦争に従軍。1905年6月10日、除籍、翌年に売却された。日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴及び官報に基づく。ありがとうございます。